さて女子の走り幅跳び決勝の、スタートリスト出ています。 T20 それから T38 両クラスの選手たちのスタートリストです。 T20 は知的障害のクラスですね。続いて222番ゼッケンの選手です。酒井選手、酒井園美選手の跳躍でした。酒井選手は T20 のクラスの選手です。で今跳躍を見せた酒井園美選手なんですが、T20 のクラスの日本記録保持者